はい。それではお時間になりましたので、今から始めたいと思います。はい。世界キツネザルフェスティバルということで、マダガスカルとの中継イベント、キツネザル考えるマダガスカルを始めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。で、そもそもですね、世界キツネザルの日って何ぞやっていう話になるんですけど、この世界キツネザルの日、キツネザルのことをよく知ってもらい、その保全とかのことをもっと進めていこうという日になっております。で、それがですね、毎年最終、10月の最終金曜日に制定されておりまして、今年は10月の29日が、この世界キツネザルの日になります。で、我々モンキーセンターもですね、この10月、世界キツネザルの日に合わせて、いろいろイベントを進めておりまして、その一環として、今回、このマダガスカルとの中継イベントをしております。なので、そのですね、保全とか、あとキツネザルっていうことについて考えながら、この中継イベントを見ていただけると非常に嬉しいです。で、前回10月9日に行った時はですね、マダガスカルの街並み、市場を紹介していただいて、今回はですね、レムールパークからキツネザルのことを紹介していただきたいと思っております。で、本日ですね、ご案内していただくリチャードさん、軽く紹介をさせていただきたいと思います。はい、今早速画面に映っております、リチャードさんです。 はい、リチャードさんはですね、現地でネイチャーガイドをしていて、動植物にとても詳しい方です。で、マダガスカル語、日本語、フランス語の3カ国語かな、3カ国語が話すことができます。で、モンキーセンターもですね、昔からお世話になっていて、モンキーセンター初のツアーガイド等をしていただいたことがあったりします。で、リチャードさんとお話しするの自分何回目かなってるんですけど、とてもとてもお話し上手ですごく楽しい方なので、皆様にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。ということで、早速ですね、リチャードさんにお話をしていただきたいと思います。では、リチャードさん、よろしくお願いします。聞こえますか？聞こえてますよ、大丈夫です。はい、聞こえてます。お願いします。いや、電波の問題かもしれません。はい。私はリチャードと申します。日本語ガイドです。で、今日は、大切なレムールパークを見せてあげたいと思います。はい。で、早速始めましょはい、お願いします。では、本日、レムールパークからご案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、私たちは、アンタナナリブ市内の21キロ離れているところにいます。で、こちらはレムーズパークです。で、レムーズパークは、レムーズパークは4ヘクタールぐらいあります。で、こちらのキツネザルは自由に遊んだりできます。で、これから私たちはキツネザルなるほど、だけじゃアンタナなナリくブから。て植物も見ましょう。はい、よろしくお願いします。アンタナナリブから20キロぐらい離れているレムールパークで、ここでキツネザルたちが遊んだりしてのんびり暮らしているということで、今からご案内お願いします。はい、よろしくお願いします。こちらポスターがありますが、子供たちも、キツネザルが好きです。マダガスカルのキツネザルが好きです。自然も好きです。で、早速、キツネザルたちを探しましょお願いします。う。こちらは、東大草という木があります。これは自然ではワオキツネザルの好物です。東大寺さんの仲間です。今実はないですけれども、このタピアという木がマダガスカルでは大事な木です。キツネザルたちはこの、葉っぱと実をよく食べます。4ヘクタールぐらいありますね。で、上は塀があります。塀があって、
は外へ太陽にこちらのパークの部屋を作りました。で自然の境もあります。自然の境はこの下にある、川です。キツネザルたちは金土ですから、泳げなくて向こうまでの畑まで行けないです。今雨あんまり降ってないから乾燥になったんですけど、キツネザルたちはこの川乾燥になっても向こう側まで行けません。なるほど。レムールパークは川があって、キツネザルたちがその川を越えることができなくて、そこで仕切りができているという感じになっているんですね。あ、そうです。キツネザルたちは、懸念だから、泳げません。そうですね。キツネザルたちは泳げないですもんね。そうですね。ちょっとだけ下まで行きましょう。はい、お願いします。こちら側にはですからキツネザルはあんまり出てこないんですけど、下自然のようなところに行けばキツネザルがたくさんいます。楽しみですね。なんかもうじらすのが上手ですね、リチャードさん。はい、こっちね、こういう感じです。ゆっくり歩きましょう。レムールパークは結構歩きやすいっていうか、なんかそれ道みたいなのができてるんですか、人が通る。はい、歩きやすいです。石畳がありますよ。石畳があって、お客さん、はい、こういう感じです。石畳は。で、松の木もあります。おー、松の木。キツネザルたちは松の木、餌にしません。うん、有毒です。松の木は。このような、自然の4ヘクタールぐらいあります。結構じゃあ広いんですね。この4ヘクタールの中、今までは9種類のキツネザルがいます。9種類。キツネザルたちを探しながら、歩いています、今は。ここは自然と同じですから。頑張れ。だからですね、動物園と違って、見つける楽しさっていうのがありますね。隠れてる。で、探さなければなりません。ワクワクする。はい、そうです。で、ここは動物だけじゃなくて、植物も、珍しい植物もたくさんあります。例えば、下に、マダガスカルの植物も、はい。植物があります。ご存知の何ですか？イシャイラズ。イシャイラズ以外に、イシャイラズ。はい、アロエです。イシャイラズはアロエ。で、こちらも花キリンという花キリンは東大草の仲間です。なるほど。なんか見た目がすごく日本の植物と違うなっていうのと、なんか医者いらずとかっていうような言葉があるのは、ちょっと日本と通じるとこがあったりして、すごく楽しいです。ナポレオンハットです。今日は植物の種類がたくさんあります。ナポレオンハット。とても綺麗な、東大寺さんの、綺麗な、花を咲かせます。あ、つながった。よかった。これも、綺麗なアロエです。あ、アロエ、リチャードさん、キョチクトの、はい、そちらの気温って今どれぐらいなんですか？
今は、前より20度ぐらいです、今は。20度ぐらい。なるほど。ちょっとじゃあ、ポカポカって感じですかね。はい。天気がいいです、今日は。あ、晴れだ。すごいいい天気。今日は。で、はい。こちらは、マダガスカルにしかない木です。アルオティアという木です。で、キツネザルたちは、この、木の葉っぱをよく食べています。特にマダガスカルの南部のキツネザル、例えば、シファカ、横飛びキツネザルと、ワオキツネザルは、この木の、はい、若い葉っぱをよく食べてます。存じなるほど。こちらはトゲがたくさんあるけど、キツネザルはくっついても特にシファカくっついても毛がしません。それはキツネザルたちの秘密ですから、私にはわからない、説明できない。しにくいですね。どうして喧嘩しないか。たいよ。めっちゃ笑ってるよ。もうリチャードさんだけで面白い。はい。今、カメレオンもこのパークに必要があるだけではなく、カメレオン、爬虫類なども、鳥もたくさん、います。シンボルの木です。旅人って。こちら、旅人の木、マダガスカルでは一番大事な木です。で、昔のマダガスカル国の、新ですね。今、マダガスカル国内線 のマークです。あ、マーク。何します。で、傭兵も来るようになります。で、日記は、マダガスカル航空のマーク。ヤリマキキツネザルたちを食べてます。リチャードさん、そろそろキツネザルが見たいです。ごめんなさい。私たちは一番低い。はい。下のところにいます。おなんだ？わからない。私たちはもうキツネザル。この、あれ、なんだっけ？カンモリシファカです。シファカって聞こえたな。黒カンモリシファカ。面白いでしょ？あ、すごい。黒カンモリシファカです。これももう希少です。この黒冠シファカですね。はい。とてもないです、今は。わ、すごい。見た目では、ですか。ヨロシファカと同じですけれども、全然違う種類です。黒。自由に遊んでるよ、こちらのシファカたちは。すごい、確かに、もう自由、もう、わ、こんな風にして普通に見ることができるとは。わー、クロカンムリシファカですね、その子も。カンムリシファカです。何頭ぐらいいるのかな ?3 頭ぐらいいるんですかね今目の前に。3頭です。親と子供です。ところでも、キツネザルたちは子供ができます、うん。大事なところです、レムースパークは。で今、若い葉っぱを目指す。
なるほど。親子で黒冠シファーカがいて、今若い葉っぱを食べている途中なんですね。はい、その通りです。このキツネザルはい、たちが食べている植次物、日本のにもあったりするんです他かの種ね。類を。いけいけ。行きましょう。なんかやっぱ動物みたいにここにこの種いますよとかじゃなくて、こちなんからなんか。バンブーです。あります。で、私たちは少し上上がって、他の季節の水を見に行きましょう。さっきと同じ色は白と赤ですが、こちらはシーファカとは違う種類です。なるほど。これでこしちらょうか。は、こっち、こいいの目のね。前にもエリマキをね。あら、黒白エリマキキツネザルじゃん。このパーク、今はエリマキキツネザルです。はい。白なじ黒、み深い。ザルです。で、毛並みが長いです。で、キツネザルの中には、この種類だけ、おんぶしません。他のキツネなるから、ほど。大変。黒白エリマキキツネザルだけ巣を作っえ、て子供おんぶをし適た切り、に子そう育いう。てをするってことですね。はい、普通に子供を、ほとんど、起きます。で、白黒エなリるマほど。キキツネザルも、今は少ないです。なぜかというと、自然の破壊で、森がなくなって、で、少ないですけれども、このような大事なパークがあってよかったです。なるほど。このパークがじゃあ、はい。守るっていうのも担ってエるリんでマすキキね。ツネザルのあと別の種類を見、ね、水の飲み場もあります。飲めるところです。ザルたちは人間と同じ、マダガスカル人と同じ、襲いません。優しいです、こちらのキツネザル。はい。このような、トラマ、トラマ。他の種類が、出てきましたね。さっきのです見えね。ますか？ははい。い。こちらは、ココレルシーパカです。コグレルシファか？だったのかな？ちょっと左端に映ってますね。コグレルシファかですかね。コクレルシーファカで、あ、よのかっ木た。あのりみがとうございがまあす。る。コクレルシーファカは、はい。このような感じです。コクレルシファーカは今目の前に何頭ぐらいいますか？今、3頭です。3頭。3頭。1頭目は、こちらです。で、2頭目は、こちらです。で、下にも、いますよ。なるほど。このような静かです。今、あら、のんびりしてらっしゃる。大騒ぎです。静かが、下を、地上、降りると、足を使って、移動します。リチャードさん、そのレムールパークって、なんか餌をあげてはいけないとかのルールってありますか？お客さんたちは、レムールたちに、
餌をあげてはいけません。なぜかというと、大事な動物です。でも、こちらのレムールパークの、葉っぱなどは足りないので、オーナーたちは、追加の餌をあげます。例えば、人参とか、さつまいもなどです。今、さつまいも食べてる、シワカです。遅れるシワカです。お客様たちは、餌をあげては、絶対ダメです。いいです、こちらのルールは。なるほど、ありがとうございます。レベルパークでは餌をあげてはいけないけど、はい、まあ、この中にある葉っぱとかだけじゃ足りないから、まあ、芋とか人参とかを、まあ、あげてるよってことですね、この人たちが。はい、その通りです。はい、で、今、あ、水、うん、シフォカはあんまり水飲んでない。だから水はあんまりないです。あんまり水飲んでないですね。分だけ、飲みます。でも、シファカは普通は水飲まないキツネザルです。うん、あまり水を飲まないキツネザルなんですね、シファカは。はい、そうです。はい、別のところへ移動して、他の種類を探しましょう。はい、お願いします。で、移動している間にちょっと質問いいですか、リチャードさん。はい。はい、どうぞ。キツネザルが食べる植物で日本にもありそうなものってありますか？普通のキツネザルたちは、葉っぱ、花を、よく食べてるから、うん、日本も、自然が、あるから、日本の葉っぱ。うんうん、植物の葉っぱと花を食べると思います。日本はなんだ、例えばビワの実とかバナナの実とかそういう果物も食べます。もちろん日本には、あります。なるほど。さつまいもも日本にありますから、キツネザルたちはさつまいもを食べます。うん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 。なんかじゃあ共通してある植物ってわけじゃないけど、まあそちらでも芋食べてるし、日本でも芋食べてるから、まあ同じようなものは食べるよねってことですね。はい、その通りです。葉っぱも、竹の葉っぱもありますね。で、キツネザルたちは、例えばバンブキツネザルというキツネザルは、この竹の若い葉っぱ、茎などを食べてます。もちろん日本には竹、豊かの国ですから、もちろん日本にはキツネザルたちの食べ物もあります。酒を食べるのは灰色ジェントルキツネザルですね。の話ですね、今の。リチャードさん、もう一つ質問なんですけど、はい、キツネザルが見つかるまでにお願いしたいんですけど、このモンキーセンターのキツネザル、はい、カラスが嫌いなんですけど、どうぞ。その野生のキツネザルの天敵って何ですか？マダガスカルの、キツネザルたちの天敵は、肉食のフサという、フサという、動物です。うんうんうん、それが一番、二番目の天敵です。キツネザルたちの。一番目の天敵、聞こえますか？はい、聞こえてます。はい、一番目の、キツネザルたちの天敵をご存知でしょうか？いや、ご存知じゃないですね、私は。あ、そうですか。一番目の天敵は人間です。人間は犬猿の一番目の天敵です。なぜかというと、人間は、キツネザルたち、犬猿の住みか、
家などを、あの森などを、破壊するから、一番目の天敵は、人間です。で、次は、風車です。肉食の風車という、はい。で、あとは、飛んだ。見たでしょ？飛んだ。来ました。ヘビも、天敵です。ヘビは、キツネザルたち、例えば、キツネザルたちを、目指して、です。はい、申し訳ございませんでした。あ、全然大丈夫です。自然があって、キツネザルたちのパラダイスに、なるところで、スレムスパークは。こういう大きな川も涼しく遊んだり、うんうん、あ、これ川なんですね。こちら見えますか？お、なんでしょうか？カメ、大きいカメラがいますよ。聞こえなかった。すみません、もう一度その種類お願いします。名前お願いします。ウスタルカメレオンです。あ、カメレオン。はい、カメレオンですよ。ちょっと、全然聞き取れてみてる。カメレオン。見えてます？嘘だ。ああ、本当だ。あのだけだ、見えてなかったの。ああ、カメレオン。ウッタレカメレオンと言います。名前が分からん。武田君、教えてくれ。カメレオン。リチャードさん、はい、お時間が少し近づいてきて、お時間が少し近づいてきてるので、ちょっと質問コーナーに移っていいですか？どうぞ。ありがとうございます。ではでは、はい、どうぞ。キツネザルによる農作物の被害などはありますか？またそれにより害獣飛び出したり駆除対象となる地域はありますか？とのことなんですけど、そう、キツネザルのなんか農作物の被害ってどんな感じなんですか？あるんですかね？それはあると思いますよ。私は詳しくわからないんですけれども、あると。じゃあ少なからず被害悪くもやっぱ守らなくちゃいけない対象だから、ちょっとそこら辺がやきもきしそうですね。すいません。いえいえ、こちらは放射画面です。放射画面あるような感じですね。の乾燥地帯の亀、はい、です。で、乾燥地帯のところでも、亀、放射亀です。放射亀。ほら。はい。マダガスカルでは大事な亀です。で、こちらは、オスかメスか、ちょっと、私は、調べてみます。ラッシュ、オスかメスか。そんな感じ。こういうような、感じです。なるほど。これは、大きい、重たい。で、これは、メスです。なぜかというと、お腹はフラットです。フラットですから、メスです。で、へこんでる、オーシャンガメの方は、何ですか？オスです。なぜかというと、繁殖期の時、
オスは上に上がって、お腹は、へこんでいます。重たかった、重かった、この、オオシャガメは。これで、オオシャガメです。亀の中のとこを見ると、はい、フラット、平らだったらメスで、で、吹雪の時に、はい、オスはメスにこう乗っからなくちゃいけないので、へこんでたらオスですね。今、裏を見せてもらって、はい、そうです。生命だったので、メスでした。はい、そうです。それは亀の一つの特徴です。まだ別の、こちらのエリマキキツネザルは、ちょっと元気ですね。剣髪もちゃんとあります。で、私たち一番目見たグループの剣髪はちょっと、何ですか、悪かったけど、こちらの方は、こちらのグループは元気で、このような白黒がよく、見えます。なるほど。毛並みがいい。さっき、ワオキツネザルがいたんですが、どこでしたっけ？ワオキツネザルもいますよ。そろそろお時間なので、ワオキツネザルも。どうぞ、ワオキツネザルが見たい。はい。はい。早く走ってるから。年を取ってるリチャードはちょっと追いかけるか。ちょっと、早かった。リチャードさん、くれぐれも焦らず、急いで猛ダッシュでお願いします。はい。こちらですね。ここ、やっと、やっと。あ、いた。キツネザルたち、ワオキツネザルたちです。ワオキツネザルだ。やっと。こちらのワオキツネザルも元気ですよ。よかったうわ。今はまだガスカルはまだ換気の当たり前です。で、今パパヤで見て、今というと子供を育てそうだが見えます。今まだおんぶしてる。子供は。すぐらいかな、こちら見えますか。はい、見えてます。かわいい。はい、子供です。今おっぱいをおんぶして、で1ヶ月後今抱いてて、で1ヶ月後おんぶします。すいません。これで大事です。子供を抱くのは大事ですから、キツネザルたちの間に優劣関係があります。で、いつもメスの方がボスです。そうですね。ワオキツネザルの社会はやっぱメスの方が力が強くて優位な社会作りますもんね。そうですね。リチャードさん。はい。すいません。そろそろ、はい。中継イベントの時間が来てしまっているので、はい。最後に何か、今こちらにいる、会場にいる日本の皆様に何かお伝えしたいことがあれば、よろしくお願いします。はい。マダガスカルの電波の説明ができなかった、撮影もできなかったんで、申し訳ございませんでした。で、次はですね、マダガスカルにしか、マダガスカルにいるにしか動物がたくさんありますから、私たちマダガスカル人はぜひこのような貴重な自然を動植物を守っているから、それは私たち人間、はい、日本人。別の国のがいいと思いますから、ぜひマダガスカルに、はい、
わかりました。ありがとうございます。リチャードさん、本日はお忙しいところありがとうございました。はい。はい、いえ、こちらこそ、本当にありがとうございました。はい。マダガスカルでお待ちしておりますよ。よろしくお願いします。はい。はい、お願いします。では皆様、ちょっとお時間過ぎてしまいましたが、ありがとうございました。